愛媛県松山市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。松山商業高校では、控え投手として1996年の夏の甲子園優勝を経験。その後女性大学では1年下の渡辺直と竹原直隆が主力で4年秋に、チームは明治神宮大会準優勝を果たすが、自身は在学中公式戦闘番にはあまり恵まれなかった。 昭和コンクリート工業に入社。しかし、入社半年で、同社野球部が、活動休止になり、退社。カナダの独立リーグノーザンリーグの、ウィニペグゴールドアイズでプレーした。2005年に設立されたばかりの四国アイランドリーグに、挑戦し、愛媛マンダリンパイレーツに入団。高山育夫コーチと八木沢総六巡回コーチの、指導を受け、 マックス151キロのストレートを武器に7月から8月にかけて5連続完封勝利を果たすなど10勝を挙げ防御率1.47をマークさらに168奪三振を挙げ最多奪三振のタイトルを獲得しベストナインを受賞した同年12月に初めて行われたプロ野球育成ドラフトで福岡ソフトバンクホークスから2位指名を受け四国アイランドリーグから 初めてのプロ野球選手が誕生した。2006年5月23日、西山と同じ育成ドラフトで1位指名され、ソフトバンクに入団した小西雄介と共に支配下選手契約を交わし、12、球団の育成選手の中では、第1号の支配下選手となる。そのわずか3日後の5月26日に、育成選手出身者としては、初の一軍出場選手登録をされ、 二日後の5月28日の対中日戦で一軍初登板を果たす。一イニングに三失点という内容だった。5月30日の横浜戦では、一死一点三塁から三五路的事野戦で出塁した荒垣なぎさが右太ももを痛めたため急遽ダイソーで出場。当主がダイソー出場するのは2003年の真田裕祐樹以来のことであった。 その後柴原用の敵地打で生還し、プロ初得点を挙げた。6月1日の第横浜戦にプロ初先発をしたが、3回途中3失点で降板。このシーズンは、その後一軍投板の機会はなかった。2007年は3試合に先発して0勝2敗。2008年は2試合に投板したが、勝敗やセーブ、ホールドはつかなかった。 2009年は一軍での登板機会はなかった。2009年10月31日、戦力外通告を受ける。11月4日に、球団からオリックスバファローズを戦力外になった高波文一と共に福岡ソフトバンクホークスのファームスタッフに就任すると発表した。2011年から2013年までの3年間は福岡ソフトバンクホークスの打撃投手を務めた。 2017年から同球団のマネージャーを務め、2020年からは打撃投手兼、サブマネージャー兼監督付けとなる。ありがとうございます。